はい、おはようございます。今日の保護猫です。今日は3月22やったかな、あ、23やね。23の保護猫たちです。今日はちょっと広角レンズつけてまたね、変えて映していいけどね、どうかなって。はい、それで電気もつけてみ、撮ってるんですけど、ちっちゃく見えるんかな、これ広角レンズで。ちょっと寒いか、風邪ひいたんじゃないけど、花粉かな、うん、鼻ムズムズするっすね。で、これね、この子もだいぶ良くなってきました。目ね、トラキチ。で、あ、ひっついて寝て、ひっついてんね。なんか知らんけど。昨日ちょっと晩寒かったからね、ちょっと暖房もね、お、全開に。トラキチとかね、ちょっとあれ、ここ一番やっぱり冷えると思って、あれ、カイロちょっと入れたったんですよ。これで今 12.4 度、ちょっと寒いね。湿度が40度で、ほいでね、この子今日シャーコちゃんだいぶね、あれなんですよ、変わってきたからね、いろいろちょっといろいろになったからね、その動画ちょっと出しますね。はいはい、シャーコちゃん、はい、はよね。はい。かわいいやろ。どうやん。かわいいやろっておかしいね。かわいいでしょう。だいぶ慣れたな。な、この調子でな。よしよし。こんな感じです、シャークちゃん。だいぶ慣れました。こんな感じでね、ちょっと触れるんですよ、もう。あまりハーもシャーも言わんようになったから、シャーコちゃんがなくなるかもわからんけどね。うん。仲良くみんな3人で。ええ感じやね。まあ、トラキチね、私名誉になったから、そろそろね、ランちゃん入れてもええかなと思ったりもするんやけどね。明日休みやからね。明日、嫁さん、30日。え？あ、来週か30日で。誕生日30日なんですよ。それでなんか、友達同級生がみんなね、なんか続いて3人なんか誕生日とか、自分らは誕生会用意しとんすよ、毎年。ここに明日行くからね。僕はだからちょっと猫の、今日多分キャットタワーとか来るんやけど、まあいろいろやりたいことあるんやけどね。まあ昨日ちょっとね、餌入れのとこ移動させたりしてんけど、ちょっと失敗やからね、狭なってもってね、奥は。まあそれでまたちょっと移動させたりしようかなと。それでね、まあまあ、いろんなコメントくれあって、僕嫌じゃないからね、嫌じゃないんですよ。いろいろ言うてくれはって、あんや思ってるからね、ええもんは取り入れたいからね、この餌でもね、湿気るんちゃいますか、言うのでね、それやったら、あ、そこ考えてなかった思ったら、自分が次、お菓子に入ってるあんなをね、ね、ここに対策するなり、ね、その下に網引いて、下にそれを引くなりしたりしたらええし、いろんなコメントくれはってええですよ。僕、ちょっと口調がね、ちょっと、ガッと、何した、熱くなってきたら、口調がちょっと悪く聞こえるかもしらんけどね。全然そんなんは僕気にしてないからね。今まで長いこといろんな人だとしたけど、そんなちっちゃいことで僕、いちいち怒れへんし。もう、どんどん言うてくださいよ。その中で、自分の、ね、思うことを言うて、そこで、もっと言う、めんどくさいな思う人は言うてくれはねんかもしらんけど、ね、そこでいろいろ言うてくれはったらいいと思う。僕、そこで、ええことは取り入れていこうと思ってるしね。それでね、何でしたっけ、一番、皆さんは、新しい動画のとこでコメント見てはるんかな。僕のは全部古いのから全部出てくるんですよ。今までの投稿でコメントしはったやつ。その中で、ちょっと前なんやけどな、あ、昨日か落とすのかな。その投稿をちょっとね、フォロワー、再生回数が伸び悩んでるいうことに対して、多分コメントくれはったと思うんやけど、いや、確かにね、僕の動画長いっすわ。僕やったら見ないっすね、20分の動画。これ、喋り出したら結構僕も喋ってまうんすよね。まあその間にね、広告つけたりもできるんやけどね。だけど、それが多分マイナスになっていると思います。言われるように。僕もそんな20分で、15分、20分とか10分超えてきたらやっぱり見ないっすもんね。
長いのよっぽど面白いのじゃなかったら、うん、だからね そこらもねやっぱりええこと言うてくれはるからねそこはそこで取り入れてちょっと短いことを していこうと思うんやけどなかなかね喋り出したらね猫取らなあかんのに喋りが最近優勢になってるからね、うん、ね、うん、ちょっとねそういうのも控えめにしたりも していきますわ。確かにねこういうことはね取り入れないとダメなんですよね。僕やったら見ないですはっきり言って。だから、うん、落ちんのも分かりますわそうやったらね。まあたまにねそういう話もたまにやったらいいけど最近しょっちゅうやからね自分でも気づいてんすよ。これねシャークね朝1回目の時でなあの入れたら全然怒らんかったからこれで動画撮ろうもんだ、まあ、最後カッてなんか怒ってんけど、まあ、それの動画ちょっと見てもらうとだいぶ慣れてるからその動画がこれです。はいシャークね、最後にちょっと怒っとったけど、はい、はい、うん、はい、だいぶねマシになったと思いますが、はい、こんな感じでねシャー君だいぶね、うん、心を許してくれてるんだな。シャー君な、ね、この子も多分それもサブコロちゃんも多分だいぶ変わってくると思いますよこれでな。シャー君まあ今日ねキャットタワー来てこれちょっとねこれのあれしたり今日ねあのママ久々ちょっとやっぱり心配になってきてるしねやっぱりねちょっと焦ってるのかもわからんすわ。あのみんな言うようにね大概その経緯あのいろいろかかってるでしょうけど確かに今回1週間の入院僕猫1週間刺したことないから多分結構かかると思います。だけどこれはしゃあないことやからね自分がそれをね受け入れてやったやからできるだけねまだなんとかしていこういう中でやっぱりそのこれが全員そうなった時の不安も出てきたんかもわからんからねやっぱりそれをちょっと焦ってきたんかもわからんけどまあちょっとねその焦ってもしゃあないからね、うん、まあなんとかな、ね、まあライブも言うてはった僕の知り合いもライブやったらって言うのでねその長い線とか言うてるけどなかなかねライブもね、うん、しよう思うんやけど、うん、多分こんなん今やってるとと一緒なんて思うんですよ。僕ノーカットで出してるからね。ただそれを多分フェイスブックもそうやもんね。なんかそういうのねやってるからインスタでもそうやったかな。なんかそんな見るからただほんまに今これ撮ってんのを生中継みたいにするだけの話やからね。僕編集もそんなしてんからね。今みたいなその何でしたかあの動画を毎日シャー君のそんなね。見てもらえますかみたいな動画を撮ってるやつは編集入れてるんやけどね真ん中でそれ以外はこれライブと一緒やからねはっきり言うて、まあ、変わらんよとは変わらんのですけどね、うん、こんな感じで、ね、この子はまだちょっとはあいいのかな、ね、ここまだ入ってんかなおみちゃんあおみちゃん入ってんのまたはいあめちゃんねあめちゃんまた入って戻してくるこれもボロいからね、これも、ね、これもタワーの跡なんですよ。またこれも変えなあかんねんけどね。まあちょっともう10分ぐらいにしとこうかなと、前手前でね。まあまたママのその今日あの見に病院行くんでね、またあの報告させてもらいます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。